バハラーム一世、バハラーム一世、バハラーム愛、七十六年は、サーサーン・朝の第四代君主、シャーハーン、シャー、ザイ百七十三年から二百七十六年。アラビア語、ペルシア語での表記では、バラムであり、バハラーム、バフラームと奏表記される。パフラビー語そのものでは、WRR、N、ウォーハレン、貨幣名分などや、WHLIM、 ワラム、後代のゾロアスター教文書などと表記された他、ワラフラーン、ワルフラーンとも呼ばれる。定位につくまでは、ギーラーンの王として、カスピ海南岸一帯を統治していた。シャープール一世の碑文、パフラビー語の文章によると、バハラーム一世は、シャープール一世の次男であると記されている。しかし、ギリシアの歴史家やアッパース朝時代の歴史家、ムハンマドイブ・ジャリールア、イコール、 タバリーの年代記である、諸子とと称の歴史、TA, RIKH ラッセルワールムーレオックでは、ホルミズド一世の息子、すなわちシャープール一世の孫になっている。他の三人の王子、ホルミズド一世、シャープール、ナルセ一世を生んだ日と比べ、バハラームを生んだ日は、地位が低かったか目かけだったと思われる。四人の王子たちの中でも、バハラームの扱いは低く。 シャープール一世の碑文中、彼の名だけは成果によって検証されていなかった。さらにバハラームが統治するギーラーンは、帝国内でも他の兄弟が赴任したものと比べ地位が低い。省の筆頭に位置するアルメニア、帝国首都クテシフォン南方に広がる肥沃なメセネ、帝国東方の大部分を掌握する坂に比べ、明らかに戦略的重要性は低かった。バハラームという名は、 神の名前を付けることによって、過去を受ける意味合いがあるテオホリックネーム、である。中世ペルシア語で、バラーランは勝利という意味であるが、これは、本来ゾロアスター教の神、ウルスラグナ、VR シーター RA ガンマ NA 神の中期、ペルシア語系である。ウルスラグナ神は、パルティア時代には、メソポタミアを中心に、ギリシア神話の神ヘラクレスと、同一見れていたことが知られている。 確認できる文献で最も早いバハラーム一世への言及はのイ外壁ガ軍での祖父アルダシール一世による大冠式である。ここではアルダシールとアフラマズガの前でより小さい人物として描写されている。そしてバーラム神の前でお辞儀をして敬意を表している。同じような絵でイノシシのようなモチーフで印象や王冠に描いている。明らかに勝利の矢桜。 おそらく戦争の勝利を司る、英雄神ウルスラグナのことだと思われるとのつながりを強化しようとする意図であった。四人の王子たちの中で、バハラームは最も信仰心に厚く、敬虔なゾロアスター教徒として、名を馳せていた。ニ位ホルミズド一世が急死したとき、次の皇帝は三男メセネオーシャープールか四男、サカオーナセが有力であった。決闘で劣るバハラームは、 マニ教の流行を憂慮する、ゾロアスター教団と協力することで定位につく。シャープール一世、ホルミズド一世は、寛容な宗教政策をとっていたため、マニ教の影響力が強くなりつつあった。ゾロアスター教の最高権力者、カルティールは、メセネオ・シャープールの支持を得ることに成功し、バハラーム一世がナルセを抑えて、後を継いだ。ナルセはその代償として、 アルメニア王位についた。西方国境のアルメニアで、ローマ帝国と対峙するナルセは、強大な軍を支配下に置いているだけではなく、西防の点でもず抜けていた。彼の動向次第では、皇太子、バハラームの地位が脅かされないとも限らなかった。そこで、メセネ王シャープールの娘と皇太子バハラームを結婚させ、ゾロアスター教団とのつながりを強化し、 その地位を盤石なものにした。低い血統であるバハラームは、他の手段によって、自己の権威を高めなくてはならず、名声の高いニーナルセの存在と息子への安定した継承が次のような政策へと繋がった。すなわち、ゾロアスター教一尊化の始まりとマニ教への弾圧といった状況は、彼の政治的環境から生まれたものだと言える。在位期間が短かったということもあるが、 パルミラなど対ローマ外交で有力な策を打ち出せなかったことは強力な軍事指導能力を持つナルセ一世を待望させることになってしまった。ゾロアスター教団の大宮艦長、モーベダーンモーベドであったカルティールの進言のもと、バハラームはマニ教の階層、預言者マニを死刑にした。マニはシャープール一世に自らの思想を解説した、シャーブフラガーン。 サブーガンという著作を剣能している。天山ウイグル王国時代のトルファンなどから出土したマニ教文書類の断片によれば、マニは、刑が執行される前に、刑防でそのまま死んだようである。しかし、後世のマニ教徒たちが残した宗教文書類やルフした伝説では、マニの死を殉教団として、古代に献伝したり殉職した桃も多かったようで、 皮を剥がされたマニが生きているという噂は残り、アラビア語の逸話集の中には、藁が詰め込まれたマニの皮が、時々、シャープールの都市の門の一つに吊るされていた、というものもある。バハラーム一世の統治政策上、預言者の死刑は、必然的にマニ教の迫害へと繋がっていく。マニ教は、その当時、比較的よく確立されていた。新教指導者のヒエラルキーが構成され、 多くの聖職者によって支えられていた。十二使と七十二の死教などからなっていた。彼らの多くがゾロアスター教の聖職者のもとに引き出された。カルティールを中心とした聖職者はマニ教を遺憾と考え、マニ教の追随者は処刑されるか何らかの罰を受けた。ローマ帝国は強力な王シャープール一世の死から、立て続けにホラミズド一世も亡くなったこともあって、 バハラーム一世を強力な君主であると認識しなかった。バハラーム一世は対ローマ外交をこなしたとは言えなかった。ローマ領シリア属州南部の教育地帯の主要都市、パルミラでは、セプティミウス・オダエナトゥスの妻ゼノビアが幼少の息子、ウアバンラトゥスをアウグストゥスと称させ、自らはアウグスタと自称するとともに、パルミラ王国の摂政としての地位を確立。 ゼノビアはパルミラの領域をローマ帝国が危惧するまで拡大せた。そこでローマ皇帝ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスは272年にパルミラ討伐のために申請したことからゼノビアはサーサーン・アサイ支援を求めバハラームは部隊を派遣した。しかしこの救援は実らずローマとの戦いに敗れたゼノビアは サーサーアン・アサエの亡命を図ったが、ローマとペルシアのリメスとなるユーフラテス側に到達する、前に、魔軍に捕獲された。バハラームは、ローマ皇帝に和平要請をし、全権行使をローマへ救派する。アウレリアヌスは、バハラームの贈り物を受け取り、急戦協定を受諾した。アウレリアヌスがローマで、凱旋式を行った274年。 ペルシア側の捕虜がなかったにもかかわらず、ペルシア講師は顔を出さなくてはならなかった。この現状に対する部下の不満を抑えるのにバハラームは苦労した。1年経たずに275年、アウレリアヌスは戦線布告してサーサーアンアサの領土に侵入する。ボスポラスにほぼ到達した時、秘書の陰謀によって、ペリントスとビザンティオンの間の小さな駐屯地で、 アウレリアヌスは暗殺された。アウレリアヌスの死から1年後の276年、バハラーム1世が死去した。王帝のナルセ1世と、当時10歳前半であった王子バハラーム2世との間で不穏な空気が流れた。すでに、バハラーム1世の生前に、バハラーム2世が後継者に指名されていたが、ナルセ1世はこれに激しく反発したためである。しかし、大マグのカルティールや、 貴族の支持を得た、バハラーム二世が信応して即位した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。